2月8日、竹村青年炭鉱と町村青年炭鉱でも、低コストで耐久性のあるベルトコンベヤーのローラーを開発し、導入に取り掛かっています。各炭鉱連合企業所管轄の炭鉱機械工場では、数百台の石炭運搬機材を生産して炭鉱に送り、平安青年炭鉱では、切り葉のレールと枕木を9割以上取り替えて、運搬機材の循環を早めています。官運動で新しい土地獲得運動が最終を挙げて展開されています。道では各地域と地帯の特性に合う開墾地を具体的に調査する一方、段階別の計画を綿密に立て、総括と評価を着実に行っています。ポプトン郡では貯水池とリムジン川の流域で1000数百平方メートルの石積み作業と脚土作業を行って、わずか1ヶ月間に40数ヘクタールの新しい土地を得ました。運搬室と安全郡では労力と輸送機材を集中して河川整理作業を行った結果、それぞれ90数ヘクタール、110数ヘクタールの土地が得られ、クムガン郡では流出した土地を元通りに復旧して、多くの面積の耕地を確保しました。丹下郡などその他の各地域でも、貯水池や河川の周辺、湿地帯、自然災害で流出した土地などが耕地に変わりました。ジャガン道で、経済林の造成を将来を見通して進めています。市場群では、育児養生の物質的・技術的土台を強め、進んだ栽培法を取り入れて、数十万本の野生の果樹の苗木を育て、寒月をはじめ各地群では、いろいろな実用性のある樹木を植えました。道内の森林者は、平成の植樹完成の間に、計画より15.1%増の経済林を造成しました。道では、森林復旧を始めてこの5年間、30数種8892万本の有用な樹木を植えて、3万5000ヘクタールに上る経済林を造成しました。高等教育部門で多くの科学技術人材が育成されています。近畿産工業大学の学生たちが発表した論文は、有力な国際学術誌に載って学会の注目を集め、社会主義祖孫の教育の発展ぶりを誇示しました。キムチョク工業総合大学、ハンドクソ平壌軽工業大学、ウォンサン水産大学などの学生たちも多くの研究の成果を出しました。昨年の全国大学生 IT 成果展示会だけを見ても、2500点以上の発明および IT 製品が出品されて、科学者、技術者と勤労者の関心を集めました。この10年間、1万人近くの大学生科学探究賞受賞者が輩出し、多くの学生が学位を取得しました。世界の競合が対戦するインターネットプログラミングコンテストに初めて参加した2013年の1年だけでも、近畿工業総合大学と理科大学の学生がそれぞれ優勝し、ついで近畿総合大学の学生が4連覇を果たしました。昨年の第28回ワールドメモリー大会でも、共和国の選手たちが皆国際記憶大会賞を授かり、国別総合ランキングで断然トップの座を占めました。以上で近畿産業ネットになります。先生は永遠に過ごした。こちらは世界の声放送です。